2017年ダイエット。今日が7月の19日の水曜日ですね。まあ暑い日が続きますけども、今朝の体重が 72.8 ですね。日曜日は食べるんで、日曜日食べた後は76までいってたんで大丈夫かなと思ったんですけども、まあ、月曜日からまあダイエット食にすぐに戻せますからですね、ちょっと今年は成長したかなと思いますね。お腹が空いたっていう感覚もまあ時々は出てくるんですけども、まあ、忘れようとすれば忘れられるって感じですね。まあ、興奮すれば人と話してたりですね、楽しいことをやってたら空腹というのは忘れますから、うん、まあ、それぐらいなもんですね。人類っていうのは飢餓には強くなってますから、空腹だからといってすぐに倒れることは少ないからですね。もちろん栄養はしっかりとってカロリーを下げるような食事は心がけてますけどですね、栄養とカロリーは違いますから、カロリーはできるだけ下げて栄養はしっかりとっていくと、そうなると必然的にこう野菜中心の生活になっていくと、健康的な食生活に向かうっていう感じですかね。あとはこう筋トレをしっかりやって筋肉が落ちないようにして、有酸素運動とかこういうドローイングですね、息を吐いて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 ストンと力を抜けば息が入ってくるのが腹式呼吸で、ドローイングというのは息を吐いて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 吐いた後、腹横筋で引き上げるって感じですね。これはもう最近よくやるんですよね。お腹が空いた時とかですね。まあお腹が空いた時こういうドローイングとか腹式呼吸やると、お腹が空いたことよりも息ができないことの方が大変ですからね。その瞬間お腹が空いたことを忘れますよね。それぐらいなもんですよね。作家の五木ひろゆきさんは生きることは息をすることであるみたいなことで書かれてたんですけども、私はその通りだと思いますよね。まあ息をすることより大事なことっていうのは、まあ、生きる上では少ないんじゃないかと思いますよね。食べることよりも息をすることが大事ですから、ちょっとお腹が空いた時腹式呼吸とかやるとね、心が落ち着きますよね。まあ最近完全に筋トレブームなんですけどもね、あと瞑想なんかもちょっとブームじゃないかと思ったりしますから、瞑想なんかも腹式呼吸ですからね、こういうふうに腹式呼吸をしっかりやって、その後ドローイングとかやるといいですよね。まあ、ちなみに女性はこう妊娠するから胸式呼吸が多いとかいうのを読んだことがあるんですけどね、さてさてどうなんですかね。まあ腹式呼吸をやるとやっぱりエネルギーも消費しますからですね、まあビビたるもんですけども、まあ、それよりも心が落ち着くっていうのはいいですよね。ダイエットで一番大事なことはやっぱり心の安定かなと思いますよね。もちろん太った方が全て心が安定してないとは言ってないんですよ。ただまあ体重を下げようと思ったらやっぱり、まあ当然摂取カロリーを少なくするわけだからお腹が空きますから、その時はあんまり動揺しないことですよね。お腹が空いてもまあ他のことに集中すれば忘れますからですね。まあ何も集中する時がない、することがない人は呼吸とかに集中するといいですね。息をふーっと吐いて、吸って、吐いて、その後またドローイングみたいな感じで。まあ、ドローイングダイエットとこうやってレコーディングダイエットは効果ありますよね。自分の体とか撮ってたらもうちょっと痩せないといけないかなと思いますよね。こう動画の中でドローイングとかするとまた脂肪燃焼効果が若干ありますからね。ずっと寝とくよりはこうやってこう喋ってた方がカロリー消費しますからですね。まあビビたるもんですけどね。それよりも食事が大事ですね。食事管理なきダイエットっていうのはないですね。また筋トレをしないダイエットっていうのは筋肉落ちますから、それもまた意味がありませんので。